討論、暴論、強硬論、特別編、米国人弁護士だから見抜けた日本国憲法の正体ということでですね、はい、著者のケント・ギルバート先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてチャンネルクララおなじみ江崎美智先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大変売れているということで、今日の日経新聞にこんなに大広告が、はいはい、隣がなんか文在寅さんで、はい、なんか感じですけど、だから最近謝罪ブームなんですかね。あの憲法しつけで申し訳ありません。百田直樹さんも韓国に乗り出してみたり、あと先日あのうちの常念司が大変失礼をいたしました。申し訳ございません。ハウマチとザワールドを間違えるという失礼はならない間違いをしてしまいました。公式に私が常念司さんになりたく変わって謝罪したいチャンネルクラの主催者として、まあよくあることなんで。僕をケント・デリカットって言わなかった分だけ、あ、助かりました。それはクララとあれを間違えるぐらい大変ですね。そんなことはないと思います。はいはい、名前似てますもんね。あ、ちなみにデリカットさんとはよく共演されてましたよね、昔。もう全然別 の, あのどこにいるんでしょうね、今。分かんない、はい、まあ、ケントって名前が一緒だけっていう、下の名前が同じだけなんで、はい、ということで、はい、さて一切関係ないです。はい。で、彼はだってカナダ生まれだもん。あ、そうですよね。はい、言わないけど、はい、どうでもいいんですけど。はい。いや、じゃあ今回はですね、こちらの、まあ、こちらも大変売れてるそうで、はい、はい、あの米国人弁護士だから見抜けた日本国憲法の正体っていうことですね。まあ3が、はい、3回にわたってお伝えしたいと思うんですよ。第1回、国民の生命を守れない憲法。ということでですね、はいはい、まずあの江崎美智男先生の感想からお聞きしたいんですけど。いや、たまたまですね、ほら、北朝鮮がアメリカの学生をね、してまでこの間亡くなってしまって、はい、でこれ、まあ、オバマ政権の時に、はい、そのなんかの学生さんのお父さんが一生懸命何とかしてくれって言ってお願いをしてたにもかかわらず、全然相手にしてくれなくて、FOX TV かなんかにまあ、呼びかけをして、 FOX TV がそれで報じて、でトランプ大統領がそれを見て、これはどうなんだと言って、まあ動いた、うん、まあ、まあ本来そういう形でやっぱりアメリカは本気になって動けば、それなりにこう、うん、アメリカのですね、国民を守ろうということで、シモグルディア、これ普通ですよね。普通です、普通ですよ、ね、普通、普通であって、国の義務ですね。国の義務ですよね、はい、この国の義務というものがダメだという解釈をしているというのがどんなにおかしいのかっていうのが、日本人だけよく分かってないんですよね、うん、まあ、だから、はい、第9条第2項はね、それをダメにしてるんですよね、はいはい、この先生のね、見てて思う、これをもう実に面白かったんですけど、とにかく日本だけがね、国民守んなくてもいいですという憲法の解釈で騙されてますということをですね、もうはっきり書いてるっていうのは非常にいいことと、あと僕全文の解釈、はい、僕面白いなと思ったんですよ。要するに、日本国民は自分たちの生命財産を守る決意をしたんだというふうに全文にそういうふうに書いてるんだから、はい、ね、そもそも国民の生命財産を守るっていうふうに現行憲法の全文でもそういうふうに言ってるじゃないかと。なのになんで国民見捨てる憲法になってんだよという指摘をされてますけども、うん、ここも僕面白いなと思ったんですね、うん、全文はもうはっきりそう言ってますからね、はい、それが目的で、余計な文章もたくさんあるんですけど、はい、平和云々とか、はい、他の国の何ですか、公正と真偽に信頼しても、はい、もう妄想も甚だしいような文章なんですけども、はい、基本的には国民の生命と財産を守るというのが国の義務なんであって、はいはい、それができそれを不可能にするのが9条ですから、はいはい、9条自体が憲法違反だと僕は言います、はい、うん、で憲法の一部は憲法違反だと普通の人は思うかもしれないけど、そうじゃなくて、はい、そういうことなの。要は他の他の条項を全部ね、台無しにするのが9条なんですね、はい、だからどうにかしないと。いや、こちらの本で強調されているのは、まあ、アメリカ憲法との比較なんかもされ、はい、まあ、他の国、イギリスとか他の国との比較もされておって、はい、で日本国憲法の条文だけが憲法なんじゃないんだよ、うん、もっと広く憲法っていうのを捉えなきゃいけなくて、日本国憲法っていうのは憲法典に過ぎない、一部過ぎないんだっていうことを強調されておられるんですよ、はい、ね、契約のことを思い出せば、
分かるんですけども、アメリカの場合ですとね、契約書が契約です、終わり。で、ですけど日本の場合、契約書は合意の一つ、合意に関する一つの証拠に過ぎず、それ以外の合意もあれば、それ全部ひっくるめて契約なわけですよね、うん、これはアメリカ人がよく間違えるところなんですけど、うん、アメリカの場合はね、そうはいかない。ですけど日本の場合はそうなってるのね。で、逆に憲法に関しては、うん、イギリスの憲法を見れば文書なんかないんですよ、最初から。で、それは習慣とか、そうですね、判例とか、それの積み重ねでもう決まってるわけですよね。で、それをアメリカが受け継いでるわけですから、アメリカでも有効なんです、実は、うんうん。で、その部分を変え、アメリカで文書を作った部分がそれと矛盾している以上は、アメリカで書いた文書の方が優先するんだけども、もともとの憲法も存在してる。うん、で、各州も憲法も持ってるんですよね。うん、なんで、ですけどね、何にもね、文書に書いてないから、憲法ではないというわけではなくて、例えば、同性愛結婚が、結婚を禁止するのは憲法違反だって最近なったわけですよね。はい、でそれはどこにも書いてないですよ。うん、それは、まあ、平等ということは書いてありますからね。うん、平等の原則に、に照らして、それはやっぱり憲法違反だということなんですけど、そういうのもあったりして、あとプライバシーという言葉をよく使うんですよね。プライバシーっていうのはね、そのプの字も憲法にないんですよ、プライバシー、うん、日本の憲法にはありません、うん、日本の憲法にもないし、アメリカの憲法にもないんだけども、プライバシーの権利というのはガンガン言うわけですよ。それはどこから来るかって、昔のイギリスのそういう法律概念が未だにアメリカでそういうふうに生きてるわけですよね。ですから憲法10だけではなくて、しかも憲法が複数あるアメリカですから、うんうん、我々が法科大学院で憲法を勉強するときに、憲法に何が書いてあるかというのは一応読みますよ、うん、読むけど教室では話し合わない。それは読んでくるんです、うん、それで教室で話し合うのは、これはどういうふうに解釈 しているのか、してきたのか、それでこれからはどういうふうに解釈した方がいいか、要は憲法がどうあるべきかっていうことを話すんですね。だから本当の意味での憲法学、うん、運用ですね、うん、で日本の場合はね、憲法学じゃなくて憲法の文書が何書いてあるのかって、憲法、いわゆる憲法学者が言ってますけど、読めばわかるよ、はい、そんな難しい文書じゃない、だってもともと英語だったし、はい、いやいや、ありがとうございます。リモートもない人は、いや、43ページですごい面白かった。アメリカには52の憲法があって、はい、で連邦憲法と50の州の憲法と、はい、マグナカルタ以来のイギリス憲法を受け継いでいて、はい、52個あって、はい、そんなの全部覚えたりしない、はい、覚えることはできないし、覚えたところで何の意味もないんですよね、はい、そんなの検索すればすぐ出てきますから、はい、そうじゃなくて、その考え方、その方針、そうですね、国民の、まあ、権利と、それから国民を守ること、それから政府の在り方、うん、強い政府にするのかどうするのか、はい、あとは、民主主義を、実行していく上でどういうふうにやるかとか、そういうことは話し合うんですけど、うん、憲法10については話せないんですね、はい、でその健太先生 のすごい面白かった、普通の人びっくりすると、まあここにも書いて主な内容のところで、日本は実は何度も憲法を改正しているっていうと、うん、条文5色も含めて一字も変わってないじゃんみたいに思うかもしれないし、実は中選挙区制から小選挙区制変えたという広い意味での憲法改正、それは今説明した憲法学の、うん、中に入りますからね、憲法を変えたということになりますよ、はい、うん、あとは集団自衛権を解釈変更するとか、はい、これも全部ね、憲法改正なんですよ、うん、憲法テーマ変わってないけど、まあですからね、文書はでもそれでもやっぱり、その解釈に合わせた方がいいだろうということで、今度は憲法改正をすると思うんですけど、うん、もうすでに改正されてますよ、何回も、
まあ、それこそあの省庁再編も、はい、あの失政制度ですね、統治、はい、まあ、橋本徹さんが好きな言葉で言うと統治機構改革ってやつですね、はい、あれ別に憲法、日本国憲法の条文を変えなくても憲法改正できるんだ、つまり憲法っていうのは政治のルールなんだから政治をどうするか議論することがあって、政治の仕組みが変わっちゃえばそれは憲法改正だと、うんうん、いうことでよろしいですね、はいはい、ここのあの、いや、そのこうね、あの倉山先生が言ってこの43ページのともう一つですね、まあ倉山先生は当たり前だって言うんですが、日本には憲法学はいないの専門家は誰もいないと、うん、要するに書いて言って、あの日本にいるのは日本国憲法解釈学という日本独自の、日本オリジナル の、 あの学問の専門家はいても、はい、広い意味での憲法学の専門家はいないんではないだろうかというですね、はい、問題提起をされていて、まあその通りだなと、うん、本当に何ていうか、いわゆる広い意味での憲法っていうこと、うん、要するにあの憲法典、文字に書かれているもの以外のものですね、さまざまなものを全部と、まあ、国の統治機構のルールやそういうこと全体を研究していくのが本来の憲法学者なのに、日本国憲法の条文の文言をどう見るのかっていうことだけをチクチクこうやるだけが憲法だというふうに思わされてしまってるというか、憲法学がそんなもんだっていう、それ自体がこう世界のルールから全然違うよねと。あのですね、はい、日本の法律家と付き合ってて、ちょっと困ることがあるんですよ、はい、でそれ何かと言いますとですね、例えば、ある外国の企業が日本に進出したいと、はい、それでこれを日本でこれをしたいんですけれども、どうでしょうか、そしたら日本の弁護士はどういうふうに答えるかというと、はい、それは法律で許されます、もしくは、いや、それは、何々法の何条によってそれが禁止されてます、そういう返事をして終わりなんですよ。そうするとね、何の参考にもならないんですよ。で、私が 法律事務所に、就職して初日の夜ですね、はい、あの一番偉い弁護士が言ったのはですね、法律違反だからできないと答えただけでは報酬、あの相談料が取れると思うなと、うん、できないんじゃなくて、はい、あなたが言った方法ではダメかもしれないけども、こういうやり方もあるよ、こういうやり方もあるよ、はい、もしこういう意味だったらこういうのも行政が認めるかもしれないよっていう、うん、そういうのを出して初めて参考になるわけですよ、うん、ですから初めて相談料が取れると思ってくださいって、うん、そう言われたんですね。その通りですね、うん、そうでしょ、はい、でそうするとね、はい、私があの担当したすごく大きな、はい、まあ、アメリカの銀行が日本の銀行を買収しようとした時ですね、はいはい、あのうちの法律事務所の日本人弁護士にまず意見書を書いてもらったんですけど、ああいう感じだったのね、はい、何の参考にもならないから、はい、いやそうじゃなくて法律違反だって分かってんだよ、はい、もう分かってるけどさ、今外圧の時代でしょ。政治的にこうだとかね、銀行法と、小取り両方ダメだって分かってるけどさ、はい、でもアメリカと仲良くしたいじゃないですか、はい、日本政府は、はい、ですからどうしたらどうなるんだって、はい、それでね、ものすごいいいものを書いたんですよ、うん、それこういうふうに持っていくと成功する確率が 60%、うん、こういうふうに持っていくと成功する確率が 40%、うん、でこうすれば全部ダメになるからそれは絶対するなと、こういうのが出たんですよ、うん、最終的に、はい、ものすごいクライアントが喜びました、はい、それはもう当然の話ですよね、うん、だからそれですごい報酬料、あの相談料取りましたよ。ってことはやっぱり日本の憲法学者は全くショービジネスとして成り立たない、そうなん、相手にされない、はい、あ、だから世界で相手にされないんだ、そうそうそう、はい、だから日本の憲法学者だそういうのをね、はい、あの国会に連れてくること自体がね、デタラメなんですよね、はい、だって日本の憲法学者って比較憲法学めちゃくちゃ嫌がりますもんね、うんうんうん、比較憲法学会って改憲派の先生しかいませんからね。あなるほどね、いや本当に護憲派の先生絶対来ないですもん、うん、そうか、比べたり世界の標準とか、はい、知りたくないわけですね、そう、日本だけで閉じ込めておきたい、はい、だから昔はソ連憲法と比較してたんですけど、はい、今そんな恥ずかしいこと言えないじゃないですか、はい、さすがに、まさか中華人民共和国憲法とか北朝鮮憲法とかね。ちなみにあの北朝鮮の憲法を3日3晩笑い転げたんですけど、ね、全文に金日成って言葉が15回くらい出てくる、とんでもない宗教じゃないですか、宗教でもそういうのと比較しないと日本国憲法って成立しないんです、
英米法体系とか、はい、大陸法ってフランスとかドイツとかっていろいろそれぞれ、はい、まあ、英米も違うし、フッツ族も違うんだけど、どことも違いますもんね、日本国憲法。あのコピーペーストですからね、はい、作った時は。しかもそのソ連憲法とかワイマール憲法とかなんか滅んでしまった憲法ばっかり真似してるって、はいはい、ある意味ではちゃんぽんですよね、はい。あ、そうそう、ベアテ・シロダ・ゴードンってなんかアメリカ憲法も嫌いだったからソ連憲法とワイマール憲法とかそういうのばっかり引っ張ってきたみたいな。なるほどね。とんでもない人ですよね。いやもうあの書いた人たちもね、本当に専門家は一人もいませんでしたからね。ですよね。24人もいる、そういう素人に1週間で憲法を書けっていうと、それにインターネットのない時代、しかも図書館が全部焼かれてる、そういう時にね、よくぞ、でも日本の憲法はよくできたわ、はい、うん、あれ、そういうことを考えればよくできてます。それでちょっと聞きたかったんですけど、はい、ダグラス・マッカーサーってアメリカで知名度どれくらいなんですか？若者は昔のことはあんまり知らないけど、そうですね、軍人として非常に有名ですよ。そうです、はい、軍人としては有名、はい、うん、日本に来たっていうのも、まあ、日本と戦って勝ったっていうんで有名。それも、まあ、それが有名ですね。ですから太平洋戦争を若さなしでは語れないという感じですね、うん、まあ、それはそうですね、はい、あのまあそういう有名な軍人だとマッカーサーとパットンかな。ああ、なるほど。だからパットンが映画になったからね。マッカーサーが映画になってないでしょ、まだ。そうですね。それ映画にすればね、伝説的な人になるんですけどもね、うん、作りにくい。マッカーサーの映画ってないんですか？あったっけ？ないでしょうね、確かに。見たことはない、ね、見たことないですね、確かに。もしあれば教えてください、ね。パットン将軍もあるけど、有名ですよね、大戦車戦。マッカーサーはだって、ね、軍人として能力があったかっていうとちょっとまたアイシャルリターンだからな。パットンはどうかというと楽しい人ですけどね。ドイツ軍の戦車にね、戦艦って一騎打ちやって勝ったっていうね、うん、楽しい人ですね。あの、はい、マッカーサーの、その戦術、はい、戦略っていうのかな、はい、あの別にね、あの島一つずつ取っていくって、はい、それでも必要なかったと思うんだ、はい、それ全部迂回して最初から日本に来てしまえば良かった、はい、うん、と思うんだし、はい、うーん、うん、まあいろいろあるんですよ、はい、ですけど彼についてはね、はい、彼の伝記を10冊ぐらい読みましたかね、はい、そんなにあるんですね。あるんですけどね、はい、まあ、最後にね、軍人が最高司令官である大統領に対して逆らったっていうことが決定的な問題ですよね。あのパットンもそうしたかったですよ、世論場では、はい、要はパットンの話分かります？パットンがね、はい、あのすごいヨーロッパでは米軍がどん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 進んでいくんですけど、はいはい、それソ連との合意で、はい、ソ連がここまで、アメリカがここまでなんですけど、はいはい、ソ連が遅いんですよ、はい、ですからどんどん行けばどん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 早く解放できる、はい、できるんだけど、はい、それは政治家に止められちゃってすごく不満を持ってたんですよね、はい、そうですね、はい、FDR ですね、なんですけれども、はい、でもそれに対して逆らってはいないんですよね。うん、これはですから、いわゆるシビリアンコントロール、はい、もう大基本なんですよね。これをマッカーサーが守らなかったから最終的にクビになったんですよね。いや、実は次回はですね、まさにその GHQ が作った日本国憲法ということで、はいはいはい、そのまあ、よくアメリカが作った、まあ、ここにもある押し付けたっていうふうな話なんですけど、うん、じゃあ、まあ、それでもって日本の保守の人っていうのはアメリカ嫌いみたいな人いるんですけど、うん、あのじゃあそのアメリカって誰なんだろうっていうことをですね、うんうん、はい、追っていきたいと思うんですけど、はいはい、あのマッカーサーが、ね、主役になってる絵があればコメ欄に書いてください、はいはい、ということでまた次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。